今とか1年前の夏のフェスの映像とかが出たりとか、うん、テレビで見たりとかするだけで、うん、ぎゅうぎゅうでもうこんなことないんだろうなと思うじゃないですか、しばらくね、しばらく、うん、変な感じと思って。そうだよね、それはね、うん、なんか思ったっすね。この間俺ラーメン屋の土佐っ子の YouTube 見ててそう思ったね。いやすごい混んでラーメン食ってるさ。あ、昔の土佐っ子こんなぎゅうぎゅうで、え、オリジナル土佐っ子の YouTube にあるよ、上がってんの、うん、俺たちが見た方がいい、食べに行った頃の、うん、小太郎さん、僕もねそれ見ましたね。見た、いい感じ、赤い橋白い橋これかと思って。正確に言うと俺らが一枚言ってた頃よりちょっと後だね。あ、なぜならね、うん、味が落ちたっていう親父がいるんですよ。なるほど俺たちがいなかったもんね、光沢、うん、がベストの絵で食べてるんですよ、こうやって。そんなにだから今でも言うぐらいうまかったんだなと思って。うまかったなんてもんじゃない、夜だって集合したんだもんね、光沢くんね、食べに行くんで。なかったからうまかった風に感じたんですか、そういう。いや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 、実際うまかった、そんな感じしない、めっちゃうまかった気がする。夜な夜な集まってはじゃあ食いに行ったんですか。夜な夜な集まって行ったよ。なんだよ、もうでも食えないですからね。だから思い出をその残りがを嗅ぐぐらいしか僕らできないですよ。だってもう本当競り合ってんじゃないかってぐらい人がいてね。そう、もうざわ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 、近くのガソリンスタンドにトイレ貸しませんって書いてある。そうそうそう、あ、来ちゃうから、うん、そうで、またあの環七の横がずっと駐車車両が並んじゃってね、そう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 、渋滞ですよ。何年関連とどっちが人気あったんですか。全然土佐っ子だよ。土佐っ子あ、マジっすか。もう一緒にすんなよ。いやいや、とだったらなんで土佐っ子のその人出てこないですか、あの川原社長みたいに。全然わかんない、全貌が。土佐っ子はね複雑なんですよ、その辺が。あ、そうなんだ。複雑なんだよ。社長、名物社長みたいなのがいて、その人が作り上げたとかっていうことじゃない。違うんで、いろいろあるんですよ。収まりきらない、収まりきらない、これ闇なんだよ、つまり。ちなみに60歳、うん、同じ有名人としてはですね、うん、お亡くなりになられちゃいましたけども、マラドーナ、ね、死んじゃったよね。マラドーナ、あと横山健さんですね、うん、あ、そう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 、横山健って、クレイジーケンバンドの横山健さん。そう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 、あとはボーイのヒムロックもそうじゃない。あ、60歳ですか。そうですね、あと花田くん、浅野ゆう子さんもそうですね。あ、そうなんだ。京子さん、あ、そうなの、知らなかった。へえ。でもそう考えると若いですね、やっぱりまだその時代もあると思うんですけど、そんな枯れていくにはちょっとまだ油切ってる人たち多いなと思って。今の時代 だってさ、もうほらローリングストーンズがさあんな頑張っちゃってるからさ、先輩がいっぱいいるのよ。ストーンズっていくつなんでしたっけ。70もう後半も後半よ、多分1942、3年生まれだから、あれすごいな。俺よりも18とか上ぐらいじゃん。それがあんな頑張ってるわけだからさ。じゃあストーンズと同じケアすれば、うん、そこまでやってくれますバンド。まあ同じケアしたら事務所がなくなるね。いや、なんかそれはなんかこっちで、うん、やりますから、コレクターズ金かかるよお前、続いてほしいから、うん、あれと同じケアしようっつって。なるほど、続いてもらうために。あ、そうだったら70後半までいけますかね。やっぱケアだよね、小田君ね、きっとね。ケアだよ。うん、重要ですか、それが。重要です。それだったら78ぐらいまで小田さんイメージできます。だからよく言うんだけど、うん、ライブ終わったらもう担架で運ばれたいんだよ。ほら。もう歩かなくていいよって。歩きたくないんだもん。居酒屋まで。居酒屋まで。で、居酒屋で立ち上がったから。居酒屋寄らないで帰ればいいじゃないですか。いやいやいや、